どうも、エルカビのエルウェダです。どうもどうも。ということでね、ガリベンズの矢野さんが結婚をされたということでございまして。ごめんなさい、声出ちゃう。ガリベンズ矢野さん結婚。ちょっとわかりやすくするために一瞬マスク外します。言ってるかっていう、上田晋也さんのモノマネで、人気を博している、ね。プロパンガス屋の息子さんのモノマネしてるから、ね。ああ、そうなんですか。上田晋也さんの、すみません。はい、家業は、僕ちょっと勉強の方してないんですけど。ラーメン屋の息子なんでね。なるほど。そういうの、そういうところにね、注目してしまう。してしまう。ところあると。家業に、やっぱね。プロパンガス2世。2世。ということですけども、はい、ガリベンズの矢野さんね。言ってねえけどな。まあ、全然ね、言う必要ないですけど、元相方さんは新藤ガリベンズ新藤さんという、名前の方がいましたが、今ピンでやっていまして、で、上田晋也さんに、うん、婚姻届の証人になってくださったそうで、おで2人で、婚姻届を持ってこうやって撮ってる写真が上がっていて、うん、本当に2人が結婚したみたいな写真が上がっています。でいやちょっと待って、うん、広告感がやばいですけど、はい はい、でも上田さんがねそこでその一緒に写真も撮ってくれてっていうのはすごい面倒見のいいことじゃないですか。方ですし、で、はい、まあ矢野さんまでかなり長いですから、はい、下手したら上田さんより先輩っていう可能性も俺はないとは言い切れないと思ってますよ。かなり長いですから、うん、多分数ヶ月か1年、うん、2年の違いぐらいだと、はい、だからすん8年に1回ぐらいライブで一緒になるんですよ、ガリベンズ矢野さん。ちょうど8年に1回ぐらいかな。8年に1回、うん、で芸歴が一瞬で分かるんですよ。その最後に告知ってあるんですよね、ライブってエンディングがあって、はい、今コロナでねなかなかないですけど、みんな手挙げて、あ、今度4月何日にライブあります、ダスレーダーさんと一緒にライブやります、すごいねみたいなね、そういうくだりがあって、うん、で一発でなぜこの人が大ベテランか分かるかっていうのは、はい、手挙げて、あ、じゃあガリベンズ矢野さんって言われた時に、明日収録なんだけどさ、そこでやるモノマネ今ちょっと試させてってですよ。もうね、うん、上田晋也さんのスケジュールを言うわけじゃないんですよ。そうそうそう、もう自分のモノマネの試すというところですよね。で、それをみんなが許せるだけの知名度があるわけです。まず上田晋也のモノマネみんな知ってて、それをみんなも見たいし、はい、それを裏付けるように芸歴あると、うんうん、そうっていうのがあって、で、まあ、それをそこさ、いじった時に、はい、うん、ちゃんと笑ってくれる矢野さんがいいんですよ。そうそうそう、そこいじると、おーいってやってくれるとこがね。その時に今だから暴露しますが、うん、私だけが果敢にいじったんです。でそれはなぜか、それはライブだけが私の主戦場ですから。そこはね、はい、見てます。矢野さんはメディアにも出てますから、はいはいはい、ここは僕も双璧をなしたいじゃないですか。ちょっとね、やらないと、ね、なせないんですよ、別に双璧ならなせないんですよ、ね、でもライブの、ね、うん、舞台ですから、俺も上田さんですから、うん、ね、名前が上田さんです、上田さんですし、はい、昔水道橋博士に、なんかガリベン君はガリベンズだっけみたいな、あ、でその僕はお笑いガリベンみたいな感じで、うん、なんかすごい、うん、でそう難しいやり取りだったんですよ、その、うん、いや矢野さんが真似してるのも上田さんでややこしいですみたいな。そういう星座があるんですよね、はい、でそこで矢野さんをいじり倒し、で盛り上がったと思うんだよね、ライブは。あれはね、盛り上がったし、うんうん、多分その時ね、岩爆さん言ってたと思うんですよ。あ、じゃないと思う、その劇場なんだけど、それじゃない、そこじゃないんだよ、あの時じゃないか、そこじゃないんだよ、その劇場は同じなんだけど、あんたちゃん今のところ2回いじってんだ。そう、それでいや、元祖爆笑さんのライブはガリベンズさんで来てないです。あれ来てなかったか、あれじゃ違うか、でも、はい、でも記憶は一緒だわ、記憶、その劇場は一緒だから。で、いいでしょ、で楽屋に戻った時に謝ったんですよ、うん、で、あ、さっきすみませんでしたっつって、うん、言ったら、おめえ本当よって言われた。、ね、で謝った時にこういうリアクションってあんまりそのモノマネ芸人の人と合わないんだよな。時に戦慄を走りました、ね。で実はめちゃめちゃお世話になってて、矢野さん、その TBS の番組で一緒になった時に、うん、ものすごい大部屋でめちゃくちゃ芸人いたのに、はい、矢野さんが俺を見つけて、山里さんが今日いるから挨拶行こうって、うん、で矢野さんと山里さんがどういうつながりなのかはちょっと僕分かんないんだけど、うん、僕と2人でわざわざ別のフロアに連れてってくれたのよ。おで山里さんにご挨拶して、でだから矢野さん仲いいのかな、山里さんも多分その祝福ツイートしてたと思うんで、うん、で、ご挨拶連れてくれるぐらい認識もしてくださってます。で、で、ご挨拶して、うん、山里さんと、あと、トンネルズのね、さんの番組やってる、作家さんがいらっしゃったんで、うん、山里さんにもちろん挨拶した後に、
その作家さんに、一回お笑いイミグレーションちょっと出てみたいですって言った時に山里さんにお前だけ俺じゃなくてこっちからって言われたっていうね。なるほどね。今喋ってんの、うん、はっきり言って夢みたいな世界ですよ。俺テレビで見てたツッコミ何個浴びてると思ってる今。しずちゃんじゃなくて上ちゃんですから。上ちゃんだよね。すごくない？俺ここの距離でいろんな人とさ、うん、だって上田晋也さんなんかこの時からずっと見てるからね。ああ、いやいや、全然矢野さん見ていいから。矢野さん見てる。いいんですよ、コピーでも、ね、別にいい。なんだ、なんだ俺あれよ、うん。キネタスタジオ行った時に、うん、喫煙所に行ったら、うん、矢野さんと一緒になったんだよ。あそこで会ったんだ。俺会ってないよ、そこで。ああ、そこで会って、喫煙所で一緒になって、うん、一緒になって話してる時に、はい、ほぼ将来の、未来の不安の話を二人でするっていう。やっぱりこう30超えてね、40とかぐらいになって、あ、もう35超えてんのかみたいな話になって、我々もね、そう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 、そういう話とかしてて、大体ね、ベテランの芸人集まるとね、うん、楽屋で、保険の話か YouTube の話なんですよね。そう同じやつ、YouTube を保険としてやってるんで、出る場所なくても YouTube できるじゃないですか。うん、今ね、そうそう、1個前に行って、うん、ちょっとスパチャって何、はいはい、スーパーチャットね。スパチャットの、そうそうそう、大体世代の人にはスチャダラパーと混同するっていうのがあるんだけど、違う、この先なんですよ。なんだよ、長えな。ガリベンズ矢野さんが結婚されて、あ、おめでとうございます。で、ツイートの方を見に行ったんですよ、うん、で、僕がフォロー中になってて、うん、僕が一方的にフォローしてる状態だったんですね、今見たら、はい、で、分かんないですよ、正確には分かんないですけど、多分俺からそこまでライブ一緒になんない先輩を、一緒になる先輩含めてフォローしないんですよ多分。まず芸人しないんですよ基本的に、自分からあんまり。はいはいはい、はい、で俺の予想ね、うん、記憶がいろいろ間違ってるから、うん、人間っつうのはね、記憶を自分に都合のように上塗りしてきますから、うん、それ先言っとくと、矢野さんがなんかで一緒の時にフォローしてくれて僕がお返ししてたんじゃないかなって思ってるのね、はい、僕の普段の行い、自分で思うに。で今一方で僕がフォローしてるってことは、うん、あのライブの時に外されたのかもしれないし、本気のことじゃねえかよ、誤作動で外したのかもしれないという、誤作動だね、いうことで、誤作動だね。ツイッターが結構バグ多いので今、多分それでしょうね、はい、ということで矢野さん本当におめでとうございます。おめでとうございます矢野さん、本当にというね、はい、ことでございます。これはね、なかなかあんまりね、うん、芸人方を自分からフォローすることないもんね。まあタイプによるんだけどね。その俺たちは少ない。俺一人しかないもんかな。昔なんかさ、俺もなんつうの。今わかるね。俺ひねくれすぎてたんだなと思うのは、俺一人、後輩がフォローしてくれたのかな。うん、で間違ってフォローしちゃって、うん、で DM すぐして。間違ったっていうの。DM して、うん、ごめんフォロー間違ってフォローしちゃったわって連絡先送って、うん、フォロー外してみたいな、その。うん、表で繋がってなくてよくないっていうのは当時あったんだけど、まあ、今考えたらめんどくさいよね。めんどくさいよね。そう、めんどくさいでしょ。で、その時にその後輩に、すっごい怖かったんですけど、あれ何だったんですかって言われて。いや、怖いよ。いや、表で繋がってなくてよくないとか言ったんだけど。怖いよ。だってもう軽いもん。うん、だって山も交換、ね、LINE 交換よりも軽いやつですから、ね。Twitter フォローとかね。ハイタッチみたいなもんですから。ね、というようなことでございます。まあ、ということでね、ご結婚本当におめでとうございますと。なんと。いうことでございます。話終わりと。そしてですね、うん、いや他にもねあるんですよ、扱いたいの。これもいいな。タピオカ店がね、はい、跡地が唐揚げ店が乱立しているというニュースですね。なんかそんな感じにします。でサムネが唐揚げの天才みたいな、テリー伊藤さんのね。はい、でテリー伊藤さんの唐揚げの天才ってテリー伊藤さんとワタミのコラボの店らしい、あれ。お、すごいよね。なかなかでやっぱり俺、まあ、ここで一回喋りました、めっちゃくちゃうまいんですよ。ああで、この値段でこの量ってありえなくないと思ったんだけど、ぐらいめちゃめちゃ量がある。みんな命がけて作ってますからね。で、その要はさ、有名チェーンとしてはさ、要は個人店ならあるかもしれないけど、うん、これそんなリーズナブルあると思ったら、口コミがね、割と俺と同じ評判ばっかなのよ。おー、素晴らしい。実際に全国的にそうなのかなみたいな、感じです。なるほど、はい、ぜひ食べてください。あの、あやし君なんかもう
ね、俺唐揚げ好きですよ。唐揚げ好きの天才好きですから、うん、だって限定でも見てたわけですから。限定も見てた、そこからでしょ。唐揚げの天才って天才テレビ局も見てました、ね、天才。そっちは多分関係ねえんだけどね、テレビさん、おそらく。僕はもう、うん、ウエンツ君だったり、はいはいはい、ベッキーさんとかも見てますからね。原始人さんの時とかね、見てますから、天才テレビ局も。グータンパータンチョッキーなんて知らないでしょ皆さん。ちょっと俺がその番組自体あんま見てないんで、ね、あれですけど、ローリー・テナシーが歌をやったとか知らないでしょ。あ、はいはい、ローリーね、萌えちゃんですよ、僕の。レイと萌えですよ、覚えてますかね。なるほどね、うん、恐竜絶時代に行くやつね。まあ、唐揚げの天才の、マスコットにケリー伊藤さんのキャラクターがあるんですよ、うん、カーネルサンダース的な。で、まあ、一応メガネかけてるしな。一応僕あのその水道橋博士のアサヤンというね、あのライブに出させてもらうので、うん、もうこれ配信してきたら出させてもらった後かもしれませんが、一応そのテリーさんに、お辞儀をするっていう写真が博士のブログに上がってますけど、自分の地元にもいるんですよ、テリーさんの、マス、あの、サンダース。で、自分もやってきました。一人で。一人で写真も撮ってきましたんで。はいはい。ちょ、テリーさん見かけたらね、皆さんぜひ。そうだよ。買ってみていただきたい。清水圭さんにも練習してます。清水圭さんもね、うん。そうですね。50年ぐらいは。はいはいはい。僕ね、朝やん出させてもらってます。そうですね。で、まあそんなところでございますね。はい、金属バットの友康の一個前に、ポケットに手を入れてお笑いやってた人ですね。いや、もっといた。いたのかね。もっといたのか。いたんです、探せばいる。もっとポッケに手を出してる。そう、吉本新喜劇みたいな。それを、じゃあ、コメントしてください。ポケットに手入れたまま司会してた司会者。あ、司会者ね。覚えてる人。うん。漫才でもいいですよ。はい、漫才なんてちょっとキャラっぽいか。漫才とかコントはそうだな。今、新喜劇言ってたけど、そうだね。はい、そうか、新喜劇あれだもんね。うん。あるから。柄悪いやつがね、入ってくる。ポケットに手を突っ込みながら、司会してる人。司会してる人は、あれです、あれはダメですよ。ポケットに手を突っ込みながら司会してるって面白いな。昔、ワカサギ釣りとかじゃないけども、はいはい、冬のね、そこでポケットに手を突っ込みながら、外ロケじゃなくて、そういう外ロケとかじゃなくて、一応、このチャンネル、高田ポルコさん出てもらった時に、R1 ファイナリストの、うん、高田ポルコさんが前に座って、まあ、ソーシャル的に僕ら後ろで立つと、うん。で、あの日結構寒くて、俺結構ポケット手を突っ込んで、喋ってんのよ。うん、そこで、ポルコの、告知してくれて、めっちゃの人気あるから伸びて、はい、でそのリプランが面白くてさ、うん、ポルコちゃん見たよ、後ろの男性ポケットに手突っ込んでて態度が悪いなと思いました。俺らのチャンネルなら俺後ろの男性って言われてるから、ね、いいとも青年隊になってんだから今俺本当に。こっちが誘ったから見れてるの、いや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 。ポルコさんのおかげでたくさんの方に、ね、見ていただいたということで、ポルちゃん岸田検索感覚でね、見てもらえると俺たちは。いやいやいや、ホームですよね。一旦ホームですよね。その後は知らんわ、あんまりそんなに。そうなったんだろうけどね。テレビ出てましたけど。はい、まあ、といったところで、また明日、お気になさってください。お願いします。